十日町宮中にやってきました。看板には木桜と書いてあります。県内でも珍しい薄黄色の桜が植えられている公園ということで、確かに花びらが黄色っぽいです。隣にあるソメイヨシノは花から生え変わっていますが、木桜は今満開のようです。通称ウコン桜とも言われる木桜、八重咲きの黄色の花を咲かせる桜です。今までソメイヨシノとか、まあ、八重桜とか見てきたんですが、はい、最後に嬉しいです。綺麗で黄色の色ってどうでしょうか。木々に元気が出るんですよね、黄色は。ピンクの和む色というよりも そうかもしれないですね。さらに木桜の特徴はその色の変化にあります。特に日光に当たる部分、花がピンク色になっているものもあるんです。同じ枝からピンクと黄色、別々の色の花が楽しめるなんて珍しいですよね。花が咲いた当初は黄色ですが、徐々にピンク色へと変わっていきます。満開の状態が長い期間続くのも嬉しい特徴です。